お疲れ様です。今日はこちらディガロケやっていきます。さあこちら現環境配慮のディガーポイズンデッキのさポイズンがねロケットになっただけです。はい、シンプルですね。それだけです。他は何もね変わんないかなと思います。ということでやっていきましょう。まあ、最近このプリンセスがね強すぎ問題あります。はい、終わってます。姉妹プリンして確定ダメージ200近く入るんで、まあ何これ、これを対策するとかないんですよね。存在しないので、もう強すぎて、なのでものすごい流行ってます。まあそのディガーの方もあればゴブリンドリルの方もあれば何枯渇デッキのパターンもありますね。でまあ枯渇でもポイズンもあるんで、まあディガーだとは限らないですね。ここは、まあ、一応拾いたいなぐらいので、ハシマヤプリンよいしょ。一生これするだけっすね。いやー、相手ねそれ使ってもらえるのはね俺視点はでかいね。まあいかにハシマヤプリンで削れるかと、まあ、ハシマヤプリンを読まれないか、もうそれだけかなと思います。で、ケツリトプリはね、まあ、削られてない側なら、まあ、ポイ打たれても、正直そんな痛くないかなっていうので、俺結構やっちゃうな。まあ、拾うしね。これ拾えないなら、よくないんですけど。で、走らなくて。やることこれだけです。で、これ、ちょっとつい。ウッドサイト後の。進化すけないと、いけ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 、おめえら飯の時間だぞ。え、マジで歩くねこれ。でなんか疲れてるやん。でこうポーズ使ってコストないやん。とか進化すけや、おい。リートプリも止まんない。さあ足前プリンもあるよと。いや、なんなら進化すけか。で進化すけにウッドウッドとて、足前のもプリンで削ってるし、さあリトルプリンスも止まりません。さあほぼミラーですね。それこそ最初に言ってたこのポイズン版かなと思います。いや、プリンセス強すぎて何なんだろうね。まあ流行りのジャイ系のデッキに強いです。はい、まあ、ジャイメタかな。シンカースケテスラリトルプリンスで突破できないんですよね、ジャイ側がね。なのでまあ環境のジャイに強いから使われてるっていうイメージありますね。はい、プリンです。いや本当にね、強いんで、正直、来来シーズンかな、バランス調整。下方来ても、まあ、文句は言えないよなっていう。そう、なんか昔からプリン使ってる人はちょっとかわいそうな部分もあるんですけど。下方来ても文句は言えないよなっていうステータスしてます。はい。さあ、ラバね。ラバババダクね、なんか一番使われてますね、この今チャレンジで。簡単だし、強いんだ。もう、ラバダクの方が守れないっす。ディガーがいます。めんどいのはね、俺守るけど。よし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 。いや、もうこのザップが強い。まあラバもね最近ちょっと多いですよね。守れるかな。であとスケドラとメガゴみたいな感じかな。まあ守りゃ勝ちっすね。守りゃ勝ちだが、守れるかは分かんない。でまあ進化助で削るんですよ。進化助じゃねえ、あれ何、ハシマイプリンか。であそこにザップとか来てもまあリトプリ止まんないよねの、おい、結構チンパンだなこのデッキも。なんか見てればわかると思うんですけど、ハシマイプリンしてなんかナイトリップリでちょっかいかけてるだけなんですよね、正直。でこれ守んの大変なんで、キングいっちゃおう。いや、この判断どうだ、怪しいかな。いやー、まあまあまあリトプリをね延命できれば勝てるんですけどね。単純な話、こっちにボイド打ってもらって、まあ微妙ロケに見えるが、進化テスラがさあ強すぎ。ぶっ壊れこんにちはの、ハシマイプリン。
はしわエプロン。よいしょ。プリンセスゲーです。要はまさにね。まあ漏れるかな。まあテスラ。テスラ置いて。こっちリトプリでこっちに来るのを延命したいな。時間的にか。ああ、それやばいな。進化ザップとかと組み合わさられると、ちょっと危ないよね。守れないです、多分。まあ、進化ですらあればか。結構形組まれると、意外と苦しい部分はあるんですけど、まあ、その分ね、こっちが一番タイムに攻めまくるのが大事です。なんだろうな。クラロワって、結構最近、じゃ最近なんですけど、特にこれ1倍タイムと2倍タイム3倍タイムで相性というものがね変わってくるんですよね、実は。という気づきが生まれまして、やっぱこういう高回転デッキガンガンいく系はやっぱ1倍タイムが強いんですよね。そうで重力はついてこれない、さっきのラバみたいな。なのでいかにこの序盤で削るか、うん、それね、ものすごい大事になってきます。まあ、ラバかな。危ね。おい、いらっしゃいませ。なので、もう、めっちゃ攻めます。めっちゃ攻めて。いやー、コウモリ嫌だな。スケキンなくね、コウモリか。エリゴレじゃないですか。ちょっと待って。ちょっと待って、エリゴレじゃないですか。違うんですか、これで。イゴリじゃない可能性あんのか。ヒマスケ、まあ、シンカスケもあるしいっか。え、これイリゴリじゃねえか。いや、ないといいんだよ。なんだわかんない。ナイトダクネスケギン、イリゴリじゃねえか。まあ、削りますよ。もうこれしか脳ないんだね。やばい、あープリンに行かないで。オッケー。さあ、まあ、テスラ置いて知らないよ。お前ガーディアン最強です。でテスラも最強だ。おい、いや強すぎんな。マジ強すぎな。いやコウモリ咲いてくれたら進化スケ生きると思うんで、ちょっと狙っていきたいな。まあなんかナイト食うのもありではあるけど、あーマジ、そのちょっと思ったんだよなタイミング。まあさすがに、いや進化テスラ最強説。進化テスラマジ最強説あんの。暇すぎるがゆえにプリン出しちゃう。まあさすがに延命して、これタワーがタゲ取ってねえか。いて、なんかまあ守ってれば勝てそうな気もする。で、これ相手ね、タワー寝てるんで、この間にちょっとちょっかいかけてみる。うん。なんか事故れそう。マジ事故りそう。スケキンが強いんだよな、でも進化スケに。範囲がね。やめて。プリン。プリン、手前のコウモリを殴るんだお前は。オッケー。え、俺の声聞こえてる。え、いいねいいね。流れが良すぎんな。プリン手前を殴れ、さすがにね。でまあ困ったらテスラ置いて、まあ左とかにやってもいいですけどね、正直。これもこの状況ぐらいならで、リトプリあればスケラって止まります。こいつ壊れです。ガーディアンで転送時で負け筋はこのコウモリみたいな。んちょっとあるな負け筋。いや最強が言いました私には。しかも左のプリン見てやばない。あ、それでちょっと処理しようとしてたな今。ワンちゃん残れ。あー惜しいな。でここで右に行っちゃうみたいな。いやープリンが溜まってきたよ。これ強いよなプリンデッキあるある。
シュマイプリンでしょしか考えてないからね。では最後の最後は一応ロケがあるんでねとか言ってたら進化スケがみたいな。いやロケだ、ロケ371だ、やばい、なんか絶命たりロケウッドです。おい進化ですら気持ちいいね、えぐ。いやもうプリンセスやばいっすね。大将がね、そのまあ言ったらローリングウッドでしばけたりとか、まあ柳雨でね相手陣地いても倒せはするんですけど、結局そこにコストを割かないといけないじゃないですか。まあ大きくアドも取れるわけじゃないですし、うん、でなんかプリンセス警戒でねナイトとか出して相手が何も出さなかった時に強すぎはするんだよ。それがあんのがまたいいね、相手に無駄にコストを割かせられる。でかっ。いやこれ相手もプリンいる可能性あるわ、マジ同じようなデッキじゃないかな。うーん、あ最悪ですこれ。ちなみにこういうのはね最悪と呼びます。プリンでしか削りません。プリンセスでまあ1500ぐらい削って、あとロケット2発とディガーちまちまで勝てるんでね。まあ相手がポイかロケかを知りたいな。まあさすがにポイかな、ポイの方が。おお、シューではあるがまさかのロケ、まさかのね。いやーそれはちょっと痛めだね。いやー締めプリンだな、一発は許容するか。読みで打ってもいいんですけどね、まあそこまで今押されてるわけでもないので焦る必要もないかなと。え口笛だけ、いやマジでそれ偉すぎる。それマジ偉いよ。おお優秀なやついました。ロケだったな。そしていやこれディガー無視して俺の形組んでも強い。あーいい攻めをしてくるね。いやこれ進化スケにウッド打ちたかったんだよな本当は。まあこれ8枚プレイン警戒に高めにしとくか。これ延命できんのかな、最悪それ延命できない今。いやマジロケ来る、でけえ。マジ8枚プリンで削るゲーなんだよ。当てれるかなとディガー、ここ当てれないの渋いよな。いや相手にも当てられるし、マジいい勝負してない。これはねケツリトルプリンスが世界を変えますよ。いや相手偉っ、それうまいね警戒が拾って、えうまいな、ナショナルプリンとかやれた。おまずいねこの流れは。ロケ2周、
やばい。ウッド耐える。ウッド耐えねえわ。うわあ！なんか昔見たけど。いやーうま。という感じのね。いかにプリンで消すれるかゲーですね。だプリン一発ぐらい相手の方が多かったかなっていう気はしてるけど、わかんねえな正直ね。進化ナイトでもいいな。今の相手多分進化ナイトだったんだよな多分っすけど、まあナイトがタゲ取ってる間のディガーが強いね。まあ進化テスラは進化テスラで防衛でそうものすごい強いんで、俺は意外とこの進化テスラを気に入ってはいるんですけど、対戦相手さっき進化ナイトだったんで、まあ、進化ナイトも悪くないなっていう気はしましたね。さよなら。いや、このロケ強っ。まあ、ラバルかな。さあ、で、ダガが寝た間に削りいきましょう。雪玉やめて。結構削るよ。で、こう、スケとか追加してね、嫌がらせ。メガゴとか咲いて。で、これはね、ちょっかいかける。まあ、逆サイリトプリナイトもパターンあったけどな。なんかどっちがいいんだろう。さあ、まあ、テスラ置いて、まあ、同じような感じっすね。ボイド使わして、低めにあれが残るみたいな。うん。まあ、これ私の罠なんでね。しっかりハマってもらって。からの、端前、逆サイプリンセスまで行きたい。正直。まあ、ガーディアン行くか。てか、相手さ、ラバにあれ入ってんだな。リトルプリンス。これ珍しいやん。まあ、攻めたいがメガコで終わるんで、一旦防衛の顔立ちして。コンテストの位置怪しいな。さすがに止まるよ。さすがにね。ビビんなよ。怖い。ちょっと怖いね。ザップ早すぎ？ザップ若すぎだろ。ボイド刺す。単純か。ユナイトが竹取ったんで削る。流れとしては悪くないんだけどな。両方削って負けそう。大丈夫か、さすがに。やば。今のまずいね。いや、なんか相手ラバ出してくれなくなったな。ラッシュマプレイ警戒もいろい。いや、リトプリ持って、え、そっちに咲いたらさ。止まったら終わるが。ボイドね。一発許すか。うわ、強すぎや。ラバハンド強すぎじゃないですか。
いや、ラバ強すぎんな。気づいたらなんか負けてるんやけど。どういうことっつって。さあ、復讐面。いや、姉妹プリン欲しかったな。迫撃、迫撃もなんかちょいちょい許すよね。許して。これでエレジャイみたいな話よくあるからな。悲しすぎる。え？ギャング？めっちゃ気持ちいいプリンできてる。うん、気持ち悪い。あは！この一発ねえの悲しいさ。え？そういうこと？そういうことですよね。あー、なんかスケキンとかありそうだな。あー、で、スケルトン部隊もあるやん。俺には見えた。スケブ？なんか絶対そういうちまちま系じゃない？違うのかな？この感じで。超呪文枯渇迫撃みたいな。ウッドが入ってんのは、わからんな。ギーで帰れるこれ。絶妙。あ、もう許容しちゃおうか。削ることを考える。うわー、めっちゃいいガーディアン来ちゃった。えぐ。いや、めっちゃいいリトプリではあった。いや、ダメージ勝ってるこれ。相手ね、呪文打っとしかないんじゃないかな。耐えれば、進化迫撃を耐えれば、ロケ打ってもいい。最悪。うん、何なら打ちたい。いや、これマジロケだ。リトプリもいる。美味しすぎるこのロケ。え、コスパ神。にゃん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 。でも相手呪文今んとこウッドしか出てないんで、コメリットプリも強いですよと。やべ。微妙。ボーイズあるんけーい。俺のプリンマジで働かんくね。そういうもんな。俺のプリンマジで働かんないけど、そういうもん。やべ、迫撃の滝が。まあ、数発許容できたか。ギャングがな。拾われてる、ある。拾われてんの、まずい。強すぎる。足前プリンが本当に。なんか、一瞬気抜いたら、すぐ行かれんな。これさ、ナイトもギャングも抑えたら、陸域がない説ある。もうちょっと熱い。このディガーが入るのマジで熱い。ほい。さすがに出せねえか。延命してあげようか。テスラキッズです。ここで攻めんのやばいから。やりすぎやろう。いや、これ許容します。男のね、相手の本命は右らしいから。負けそうになってる。ロケットのダメージっていくら？あ、落ちるかな。マジ知らないんだよ。やべ。落ちない。嘘嘘。オープンね。あぶね。落ちろや。あぶねー。さあ、ショーエビースパーキーかな。なんかよくギャングエリポンスパーキーみたいなの使ってるイメージがある。やん。やん。終わってるか。初手、端前バーバリアンの時代。
どんな時代やねん、聞いたことねえぞ。せめてケツセパにせえや。おいしい、このウィザード回収。これが強いんだよな、ハシマヤプリンね。ダガーとの組み合わせがいい。マジケツスパーキーあるよ。そんなことある、終わってないっすか対戦相手。え、大丈夫そう。初めてクラロワやる友達に端前からこうジャイガゴ出してって言って出してるようなもんや。ほんとに。え、トロフィー100とかの人とかあんま変わんねえぞ。やばくない、結構グロいんだけど。端前ババ短期と端前ジャイガゴ。え、俺今レート 100？ 迷い込んじゃもうとか。そんなことある。もうまた始まりジャイガゴ来んのかな。ワンチャン来るぞ。さすがに、さすがにだよな。さすがにだよな。あー、エリポンだる。エリポンか。まあでもエリポンね、消えたっすね。めちゃめちゃ久しぶりに見たわ。結局ボイドがね、いるから。あー、こりゃおまずい。待って、これ進化ナイトになってるかも俺。これまあ進化ナイトだからいいみたいなとこあんなこれ。いやでもこれね、ウィザードいるんですよね。ウィザードをしばきます。プリン強くね、もしかしてあんた選ばれたやつか。プリンセスフィーバーあんなこれ。プリンプリン。お、それウィザードの射程届かねえよ。熱い、バカすごい。マジ一生プリンある。裏ディガーはさすがに刺さるんじゃない。フフフ、マジで熱い、流れが良すぎる。フフフフ、これやば。あ、待って、なんかミスった。俺絶対プリントなんか間違えてるよなこれ。いや、いいギャングやそれ。ちなみにあんま攻めすぎたら、気づいたらすげえカウンター来て負けるみたいなオチもありそう。まあ、シュワイプリンはやるけどね。ふい。いやー、で、ガゴムしていけると。でけー。シンガナイトはシンガナイトでいいな。あー、まあこれが負け筋か。この後のスパーキーが止まんないみたいなね。よくあるよね。頑張って守ろう。かして、相手の呪文さ結構弱めだったよ、ね、3本3本立てんのもあるか。いや、え、あまり勝ったくね。さあ、超鉄壁です。まあ相手スパーキーだったんで守りやすかったのもあるかもしんないですが。やっば、ユニット溜まりすぎだな。さあ、これがね、環境代理をしてる、ディガー削りプリンです。というわけでロケ削りね、まあ、あの進化はほんとテスラナイト好き、まあ好きは固定かな、ナイトかテスラは好みでやってみてください。ちゃんと声が押しやすい、押したまたね。